誰かがビューティフルとつぶやく。ビューティフルという言葉を辞書でもう一度引いてみる。美しい、綺麗、それだけじゃなくて立派で、申し分なくて、鮮やかで、たくさんの言葉が並んでいる。言葉を知ると、綺麗だなって言葉では表現しきれない感情に気がつく。全部知っているのになぜか使ったことはない言葉。私は私の感情を生み、そして結びつく言葉を知りたい。きっと言葉にできていたら、あの時あんな言い方しなければよかったって後悔することもない。だから私は私が思うことを言葉で伝えられる。誰かの思いを言葉で受け取れる。そういう人でありたいと思う。そういう力はきっと国境を越えてゆく。言葉が知識の扉を開く。言葉が世界を教えてくれる。だから私は言葉を学ぶ。言葉を知って私は生まれる。私は言葉の力を信じていきたい。二松学舎大学。大切なのは言葉、国語力。